全国つつうらうら旅役者カルタがお邪魔をしての気ままなぶらり旅。さあ今日はどんな街ぶらになるんでしょうか。楽しみですね。ところでカルタさん、今日はどの街をぶらぶらするんですか。カルタの街ぶら行ってみましょう。はい、ということでずんどこずんどこカルチャンネルカルタです。皆様こんにちは。今日はですね、カルタにとって懐かしい場所、思い出の土地をカルタの街ぶらということで、今日は愛媛県松山市道後に来ております。イエイ、ありがとうございます。なんで懐かしいかというと、松山で生まれ育った私カルタでございます。それからおっさんずラブでお正月に旅行行ったのもここ道後なんです。で、思い出の土地をね、もう一回再度歩いてみようかなということで、ここまでやってまいりました。それじゃあ皆さん行ってみましょう。なんて また持ってって、これ自撮り棒を持って、自撮り棒を持って街裏しろって、しょうがないな。こんな感じですか。もうスタッフがいないからね。とりあえずそれじゃあ今から行ってみましょう。街ブラでですね、一番最初にこちら見てください。坊ちゃん電車です。はい、こちら道後の駅前なんです。こちら坊ちゃん電車が止まってます。この坊ちゃん電車は松山を舞台に、道後を舞台に夏目漱石さんの小説坊ちゃんで有名になった、この道後が舞台となったんですね。で、この坊ちゃん電車を飾っているということなんですけど、これね、土日とかね、祝日は走るんですよ、市駅の方まで。タイミング電車が来ましたね。情緒あるね、この街並み、そしてこの線路から電車が次々次々やってくるわけです。その電車の中にこの坊ちゃん電車も一緒に走っているということなんです。おそらくおっさんずラブで、お正月に来た時にはこの坊ちゃん電車みんなで乗ったはずなんです。いや、懐かしいですね。じゃあもう少し向こう行ってみましょう。日が当たらないから意外に涼しくていい感じかも分かりません。これが道後のハイカラ通りというところなんです。ここね、ずっと抜けていったら道後温泉に行くんですけれども、まずこちら時計台から見てみましょう。宝生園、これ坊ちゃんのからくり時計ですね。あ、今はコロナウイルス感染拡大を防止するためにからくり時計は動いていないようなんですけど、こちらが坊ちゃんのからくり時計ということです。道後温泉本館100周年を記念して作られたからくり時計、午前8時から午後10時まで1時間ごとに小説坊ちゃんのキャラクターが登場。ずんどこ、じゃあここ歩いてみましょう。見てください皆さん、すごい落とし物があります。どうぞ。マスクです。マスク落とした人今頃パニックです。あかんわ、調子に乗って道後温泉でずんどこ言うてたらマスク落としてもうたし、また買わなあかん。落ちていますんで拾いに来てください。で、こちらが足湯ですね。やっぱり新型コロナのね、感染拡大のためにこの足湯今は使用できませんけど、まあ、こうやって足湯からくり時計っていう感じですね。ちょっとこの辺もね、ちょっと見てみようかな。この今から行く道後温泉は白鷺伝説っていうのがあって、その昔この道後温泉を見つけたのが白鷺らしいんですよ。で、その白鷺が、まあ、道後温泉の道後のシンボルになっているという感じなんですね。
白鷺伝説。まあ俺が見つける前に白鷺が見つけたっていうことで、こいつはやられましたな。マスクどこ？もうずんどこずんどこ言うてたらマスクなくしてもたわ。ん？お？なんか温泉の匂いがするぞ。温泉あるんちゃん？あるわけないか。あら、ちょっと向こう見てください。こちらが正岡子規さんです。見てください。でこちらがですね、明治時代の有名な文学者、愛媛県松山市出身らしいんです。正岡子規さん、え、何を持ってるか分かります？これ野球のバットを持ってるんです。その小説の中に、海外から、海外っていうか、向こうの国からね、その野球というもの、ベースボールっていうものを持ってきて、でそのルールとかを分かりやすく世に広めたということで、こうして正岡子規さんも野球のバットを持っているという感じなんです。ここまで歩いたんで、向こうちょっと戻っていきましょうか。逆にこれぐらいの時間帯の方が良かったかもね。あんまりバシ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 火が当たらないし、当たってないしね。ちょっと風も吹いてるんで、まだ歩きやすい感じですね。今から、そのハイカラ通りというところを歩いて道後温泉に行きたいと思います。これ何なんだろう。これ橋かな。これ橋の欄干というか、これ橋かな。ちっちゃいね。高知の播磨屋橋もあんな感じなんですよね。こんな感じ。ハイカラ通り、ここもみんなで歩いたな。見て、すごいね。浴衣を着て、浴衣を着てね、歩いてるっていうのを見るだけでもなんか涼しい感じがするね。まあ我々オッサンズラブももちろん浴衣を着てお食事行って、この商店街ブラブラしたのをね、昨日のように思い出しますね。あれ向こう見えますかね。あれね、なんでローソンの L の字、 LAWSON でローソンで、なんであの L の字が電気がついていないかっていうことなんですけど、もう一回見てください。あの L、 なんと、なんと電気代払ってないんです。そういうわけじゃなくて、あそこにね、ツバメの巣があるんです。ツバメが巣を作るので、電気をつけていたらツバメさんがかわいそうだということで、そのローソンの本社に連絡して、ここの店舗の人が、借りてる人が L だけ切っていいですかっていうことで、あそこずっと L が消えてる。ほんまありがとう。まあそんなことより、まあこっち行きましょう。まあ今日はね、ちょっと流してみるだけなんですけど、オッサンズラブが、お正月道後に旅行に来て、初日の日にご飯食べたのがあちらなんです、金兵衛。あそこのお店で、初日にお食事させてもらって、そのホテルのおかみがね、教えてくれたんです。でそこでみんなでお食事して、初日の道後の夜を楽しんだということなんです。はい、ということで、日本三大名泉が有馬温泉、草津温泉、下呂温泉で、日本三大古湯が有馬温泉、白浜温泉、こちら道後温泉。まあそんな感じで、今日は道後温泉を街ぶらいたしました。いや、一日でも早くコロナがね、終わるといいなと思っております。それじゃあ、この辺で道後の駅に戻りたいと思います。カルタさん、今日も一日気ままにブラブラ楽しめましたね。そうそう、明日からも舞台頑張ってくださいよ。カルタの街ブラ
次はあなたの街でお会いしましょう。はい、ということで、今日は歴史とエンターテインメントの融合する街、道後で街ブラお送りいたしました。皆様も一度四国にお立ち寄りの際には道後温泉来てください。よろしくお願いいたします。それでは今度はあなたの街でお会いいたしましょう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、そしてサンクスボタン押してくれたら嬉しいな。それじゃあ次回のカルチャンネルで会いましょう。ツンドコツンドコー。